セブンイレブンのお店で揚げたカレーパン、定価149円、カレーパン2個購入で合計金額から100円引きだった時の記事です。食べた感想と栄養価などの紹介です。食べた感想、セブンイレブンのお店で揚げたカレーパンは、形が丸いカレーパン、カレーパンというよりも、他の揚げパン、連想してしまう。 ふっくら膨らんでいる感じは面白い。作り置きのカレーパンだとこうはいかないんですよね。セブンイレブンのオーベルジーヌ監修キーマカレーパンよりも膨らみ方が大きいことだけが気になる。中身のカレー容量にパッと見、大差はない。カレーパンとしては普通に美味しいんですけど、具とか全体に際立った特徴はないかな。 工場生産の大量製造パンよりはマシという程度。コンビニパンでここまでの品質再現できたことは好印象でしかない。安ければ買いますけど、税込みだと170円近いと、むむむ、ですね。いやまあ最近のパン類の価格も地味に高いっすわー。腹持ちは微妙そうなので食べるタイミングにも微妙そう。 栄養価がタンパク質 6.2g は割と少ない具材が肉系のおにぎりよりマシな程度レトルトカレーの低いものでもタンパク質は 7g 程度しかなかったりする炭水化物 33.4g で糖質 30.8g はまあ揚げパンも問い総菜パンなのでこの程度はあるかという感じです 低糖質パン類ならサンドイッチが具材によっては炭水化物が 20g 台前半だったので無難だったのですが最近はかなり高くなってきましたからね気になったことがセブンイレブン公式のページ見ていると各地のお店で揚げたカレーパンでもカロリーが大きく異なっていたりタンパク質に微妙なズレがあるようです 製造工場単位でか、計測タイミングでのズレなのか、謎、元の原料のグラム数にズレとかあるんですかね。お店で揚げたカレーパン。